金ヨンサム、金ヨンサム、キムヨンサム、韓国語、1927年12月20日から2015年11月22日は、韓国の政治家。第14代大統領、在任1993年から1998年。本願は、郷は、京山、古山。略称は、YS、実家は網本。日本統治時代における創始改名時の日本名。 1945年までは、金村康史に、金村康介。早稲田大学特命教授。称号は名誉法学博士、早稲田大学。継承南道の巨彩党、現在の巨彩医師の出身。ソウル大学哲学科を卒業。1952年に、超拓僧国務総理、当時の秘書官に就いたのを経て、1954年代3代。 国会議員選挙で自由党候補として、巨彩に手に候補して、当時の最年少国会議員として、当選、政界入りする。後に、自分の元を訪れた、日本の大学生たちに、反日の話を相当しないと、当選できないような時代だったと実感したことがある。議員となって、以後、長らくは、野党の立場で活動し、朴正規政権。 全都間政権期の軍事政権時代には、1969年に、暴漢に賞賛を浴びせられたり、中央情報部による犯行と推定されている、ニューヨークタイムズ記者とのインタビュー記事等をめぐり、国会議員除名、金四三総裁議員職除名ハードとなったり、1979年、自宅軟禁を受けたりといった弾圧を受けたりもした。 1970年代から1980年代にかけて、近代中と伴いに代表的な野党政治家、民主化運動家の一人であった。1985年3月6日に、全都間大統領により政治活動を解禁される。1987年に、全都間の退任に伴って行われた第13代大統領選挙にて、近四寒と近代中が共に、 ロタイグに敗北した後、1990年にロタイグ、金正筆と手を握りに参加することとなる、ロタイグの民主正義党、金正筆の新民主共和党、金ヨンサムの統一民主党が合動し、巨大与党である民主自由党が誕生した。この後、民主自由党の大統領候補となり1992年の第14代大統領選挙にて、大統領に当選した。 北世紀政権以来32年間続いていた軍事政権は消滅し、金ヨンサム政権は文民政権と呼ばれることになった。金ヨンサムは軍部政権の残死を徹底して排除するため、軍内の派閥、花笛、花会を潰し、会員を退席させるなど、大韓民国国軍の改革を進めた。また、野党政治家や政治運動家などを積極的に登用し、 国家安全機部長、外務大臣、統一委員長官などに大学の教授を迎えた。さらには、高級官僚の不正の追求にも乗り出し、大法院委員長や検事総長、警察庁長官などが辞任することになった。政治と経済の癒着を嫌悪し、任期中はいかなる献金も受け取らないと宣言。質素さをアピールするため、聖華大での昼食は、軽くくすにすると明言した。 また、歴代大統領が議員に配っていた持ち代の制度もなくすなど政治の無駄の部分を排除していった。経済面でも不正の温床となっている金講座での金融取引をなくすため金融実名制を実施した。しかし、当時20代だった次男の金剣鉄が小統領と呼ばれるほど権威を折り回し、1997年に 八戦周囲などの容疑で拘束されている。金四三政権は歴史の立て直しを主張し行動した。まず、大北朝鮮の懸案となっていた、起点校長奇襲、李方義を1993年3月19日に北朝鮮に送還した。ついで、1993年8月には、旧朝鮮総督府の解体を決定。 1995年8月15日には解体が行われた。1993年3月13日、これ以上日本に金銭的保障を要求せず、韓国政府が被害者に支援をすると宣言して、500万、ウォンの一時金と生活補助金、医療支援、永久賃貸住宅などの支援を実施した。と当時は韓国内でも受け入れられた。 韓国の独自支援措置の流れから、同年8月に日本から河野談話が出された。同年3月19日に北朝鮮が核拡散防止条約から脱退し、朝鮮半島全土に核危機が訪れ、アメリカのウィル・クリントン政権が北朝鮮の核施設への爆撃を計画した際には、ソウルへの被害の懸念からこれをきとめて、後の改装で後悔している。 1994年7月8日に、金日成が死去すると、金四三政権は哀悼の意も表明せずに全軍に、限界体制を指示し、弔問のため包丁しようとした勢力を弾圧。朝鮮半島情勢が一時期悪化した。1996年9月18日に、発覚した高梁浸透事件に際しては、翌月の1996年10月1日の、 県軍48周年祝賀演説にて、金ヨンサムは、大北朝鮮政策の軍事的見直しを発表している。人気終盤の1997年、東、アジアや、東南アジア各国を襲った、経済危機、アジア通貨危機にて、金一家と親しくしていた反タカラグループ参加の、反タカラ鉄工が最初に不当たりを出して破綻し、韓国の IMF 危機のおっかけになった。さらに、 キア自動車の倒産を皮切りに、経済状態が悪化し、国際通貨基金の援助を要請する事態となった、ことは、韓国国民からは、地獄的とも受け取られ、そのまま任期で大統領を退任した。IMF の指導を受け入れる前、日本から単独金融支援を獲得して、事態を美法しようと努めたが、これは拒絶された。このような経済政策の失敗から、 1999年6月3日午前には日本に向けて出発しようと金庫空港について沿道の人々と握手をしていた時71歳の男がペンキ入りの卵を金ヨンサムの顔に炸裂させるという件が起きた彼の顔とスーツが真っ赤に染まった姿は世界中に配信され男は金融危機を招き 国を危機に陥れた罪を償い、深く反省しなければならないと叫びながら、IMF 自体にまで国を滅ぼした、金ヨンサムは、国民に対して謝罪しなければならないという内容のビラをばらまいていた。この事件には、一部の国民の間には、拍手を送るような雰囲気すら感じられた。金ヨンサムは、直上傾向の面があり、退任後の行動などでも韓国国民の不評を買う。 場面もあり、現在の韓国内の評価は高くないとも言われる。2002年より、早稲田大学の特命教授に就任した、公共経営研究会の特別講義や、大学全体への公開講演会の開催などとしに、約2回の訪日時には、金ヨンサムは、もうだいぶ忘れてしまったと謙遜気味にごてはいるが、流暢な日本語での講義を受け持っており、テレビ出演もしている。 2015年11月22日午前0時21分、ソウル大病院で、排血症と急性心不全で死去した。87歳ボー金キンヨンサムは、日本に対しては常にその歴史認識を問題にし、1995年11月14日には、当時の中国の江沢民国家主席との会談の中で、日本の悪い癖、朝鮮語、ポルジャン森、日本語で、 バカタレなどに相当する上の立場の者が下の者を叱る朝鮮語の俗語を叩き直してやる。などと発言したこともあり、常に反日的な姿勢を顕著にしていた。この発言に対しては日本の対韓感情が悪化した。ただし江藤高見総務長長官が村山発言は誤りだとし、植民地時代に日本も良いことをしたと発言したことに反発したためで、 また現在まで続く両国の領土問題である竹島問題についても任期中の1995年に大韓民国政府として船の接岸施設など初めて施設を建設するなどの強硬態度を打って出た。この際、韓国政府は日本をしつけ直すと自らの立場が上であるとの自負のもとに大々的にキャンペーンを行い、韓国国内では歓喜を持って迎えられた。 就任前後に日本で高まった統一協会による誘拐事件への対応では、非協力的で日本側に不協の声も上がった。また、いわゆる韓国の独立記念、幸福50周年を記念して行われた歴史立て自家事業では、上述の旧朝鮮総督不解体のほか、風水に基づく全国規模での測量用手作り除去など人気取りのための反日事業を推進した。 長年ソウル特派員をしてきた産経新聞の黒田勝弘は金四サムを韓国社会の独当愛国主義を拡大歴史の正しい立て直しとして博物館としていた旧朝鮮総督府ビルを独立50周年記念で爆解体慰安婦問題では河の談話やアジア女性基金による解決策を軽視で問題の長期化させるなど 反日愛国大衆迎合主義の大統領だったと、日本には苦い思いが残る人と論評している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。